ダニー・スパイビーです。身長が2メートル3センチ、長身です。ロープを抱え上げてボディースラムです。さあ今度は場外、場外ボディースラム。さあテリーバック、ああそしてスタンガン戦が加勢する。放送席だ、放送席だ。ボディスラム一戦、そしてスタンハンセンがムンと掴む、ムンと掴んで、さあリングに戻しました。ドリーファンクリア、ようやくスタンディングポジションを取っておりますが、スタンハンセンが少しにかかっている。またまたヒップダウン、ロープに振りました。その勢い余った場外転落、右の足を鉄柵に下田が打っております。テリーファンク、さあそしてスタンハンセンがイスター、ハンセン、ファンクスの因縁が最善ですね。やっぱりハンセンはですね、過去のこの因縁をやっぱり忘れてなかったんですね、はい、ダニー・スパイビーがテリー・ファンク、ボディースラム、そのまま体を預けて、さあ優勝候補筆頭が、まあ、殺人ドライコンビであるならば、その対抗馬として挙げられるこのダニー・スパイビー、スタンハンセン組でありますが、スタンハンセン、この公式戦、自分たちのチームにとってのこの第一戦を飛ばしております。デイからのエルボー、ファンクは2、鈍い音、そして弾けるパンチ、足を当てましたダニー・スパイ、83年、85年、そして88年、そして昨年とパートナーはそれぞれ違うんですが、このリーグ戦優勝しておりますスタンハンセン、そして今大会はダニー・スパイビーをパートナーにしております。さあ場内騒然としているスタンハンセンが、ドリーファンクジュニアが椅子を取りました。スタンハンセンはリング上、さあ随分とこの混沌とした戦いぶりになってまいりました。30分の一本勝負、スタンハンセンはダニー・スパイビー組対スタンハンセンの一戦。さあ合体する、ダブルのエルボー、武井さん、ザ・ファンクスとしてはやられて耐えて勝つというのが、まあ、いつものパターンなんですが、この相手に対して耐えるということは負けにつながりますよね。逆に危険かもしれませんね、カウントは2、両の足を取りましたダニー・スパイビー、ボストンクラブへの移行かどうか、苦しい表情をしております。テリー・ファンク、私はですよね、今あのやっぱりこのハンセン・スパイビーにはどうしても力負けはしますよね、体力負けしてますよね、まあ、5、6年前まではね、やっぱその力で跳ね返すことはできましたけども、やっぱりちょっと体重を落としてますからね、ずいぶん攻められっぱなしですね、今までは、これまではね。場内からはブーイングを浴びせられましたスタンハンセン、さあ竹内さん、そんなザ・ファンクスなんですが、どのように勝機を見出せばいいんでしょうか。まずテリーですね、頑張って頑張っていくんですけどね、今日2度目の合体ショルダーパット、ちょっと攻め込まれている時間が長いですね、ロープに振りましたスタンハンセン、カウントキックだ、ヘッドバット2連発、
さあ自分のコーナーだ。しかし足元ふらついているテリーファンク、さあタッチしました。お兄さんドリーファンクジュニア、さあスマッシュするか、スマッシュだ、エルドスマッシュ、ドリーファンクジュニア。高橋さん、このスマッシュはさすがにまだ必要ですね。十分ね、いいですね、これが出ないとドリーじゃないですからね。はい、切れ味抜群ドリーファンクジュニアのエルボースマッシュ、グランドに持ち込みました。この辺りベテラン百戦錬磨イブシギンのフォア、回転踏みつぶしたと申しましょうか。ドリーファンクジュニアの心に悔いばかりの踏みつけ攻撃。さあ今度はスタンプ戦だ、ラリアット巻きつくようなラリアット、しかし右で打ちました。ダニースパイグ、ゲイからのエルボー、そしてダニースパイグ、足をフックして松落としです。カウントは2、まるで飛んだ2m3cm をカウントは2。ちょっと体がくの字になっております。ドリーファンクジュニアサイドスープレックスです。キャンパス中央、そのままカバーします。テリーファンクに沈みました。上からエルボー、さあファイティングポーズを取るか、取った、呼吸は幾分荒くなっている。